はい、皆さんこんにちは。新潟ミミズ情報局の音さんです。ということで今回は、私がミミズコンポストを始めて良かったことについてお話ししていこうと思います。これはね、ミミズコンポストを始めて良かったよ、ミミズコンポストのメリット、そういうのだけじゃなくて、私の個人的なねお話も含めて、伝えていこうかなと思います。一個ずつお話ししていきましょうか。まず1個目はですね、ゴミが減ったよっていうところで、2つ目は出会いがたくさんあったよっていうところで、3つ目はこれがね仕事になったよっていうところですね。この3つでお話ししていこうかなと思います。でまずですね、ゴミが減ったよっていうところに関してですけど、これはですね、格段にそうですねって言ったらあれですけど、もちろんうちはね、ミミズコンポスト以外にもですね、生ゴミを処理する場所があるので、ミミズだけでゴミが減ったっていうことにはならないんですけど、ミミズに興味を持ったっていうのはかなり大きなきっかけですね。私がそもそもミミズコンポスト始めたのは、1年半前ぐらい、約2年前ぐらいにはなるんですけど、庭付きの一軒家に住み始めてね、生ゴミを庭に埋め始めたところから始まりました。そこにね、いろんな虫が集まってきて、その中にミミズっていう生き物がいて、それをなんかこう手に取ってみて、で調べてみたらミミズコンポストっていうものとか、他にもね、いろんなコンポストっていうのがあることを知りました。でそれから去年の夏前ぐらいから YouTube とかも始めて発信とかはしてるんですけど、そのちょっと前ぐらいからですね、ミミズコンポストを使って生ゴミを減らしたりとか、あとはその外にもね、大きい、なんでしょう、木枠のコンポスターみたいな、昔動画に出してましたけど、巨大コンポストっていう名前で、やってたりもしました。そういうのがあるおかげで、うちはもうほぼ2年間ですね、生ゴミを燃えるゴミに出しておりません。もちろんシンクとかにね、どうしても溜まってしまう食器洗剤とかかぶったものとかはコンポストとかに入れることはできないんですけど、基本的にでもミミズコンポストを始めていなかったら、それをね、普通に燃えるゴミに捨てていたので、環境負荷も減ってると思うし、家としてもゴミにかけるコストは減ってるのかなというふうに思います。なんで一つはですね、ゴミが減ったっていうのは私の中ではミミズコンポストを始めてよかった点ではあります。二つ目はね、出会いがたくさんあったということです。これはミミズコンポストを始めたっていうところと YouTube を始めたっていうところね、これダブルになってくるとは思うんですけど、今でこそね、このチャンネルも1000人を超える人がチャンネル登録をしてくれて、日々コメントをしてくれてる人がいたりとか、ホームページ経由で購入してくれる人がいたりとか、購入しなくてもメールをくれる人がいたりとかね、いろんな出会いがあるわけです。この出会いは私がミミズコンポストを始めて、YouTube をやっていなかったら全部生まれてもいないものだと思うと、なんかすごいことだと思うんですよね。で単にチャンネル登録だけで見ると、1000名ぐらいかもしれないんですけど、視聴回数で言ったらもうすぐ多分23万回とかなるんですね。で23万人の人に出会おうと思ったら、ちょっとね、無理じゃないですか。リアルであればね、一生生きてるだけで何人ぐらいに会うんでしょうね。そういうのも分かんないんですけど、でも私はこれミミズコンポストを始めて YouTube をやったから、いろんな人とね出会えてると思ってます。なんでね、それは私ミミズコンポストを始めてすごく良かったなと思ってます。で単に本当にね、購入する人だけじゃなくて、結構気軽にメールくれる人とかもたくさんいるんですよ。私結構時間を使ってこうズームとかね、オンラインで話すのは結構時間が取られるなっていう感覚があって、苦手か得意で言ったら苦手だなって思うところもあるんですけど、メールとかはね、やっぱり好きな時間に返したりとか、YouTube のコメントもそうですけど、そういうことができるので、結構なんかいろんな人とコメントし合ったりお話しするっていうのはね、楽しいです。で特にね、買ってくれた人も買ってくれなかった人も、結構最初はミミズが増えなくて不安ですとか、夏で死んでしまいました、どうしたらいいですかっていうところから始まって、みんな状況が良くなっていくのがすごくわかるので、なんかそういうのをね、コメントとかメールとかし合ってミミズが成長していく姿とか、その人が成長していく姿っていうのは、見ているだけですごくいいなという感じがしますね。
まあ、これが私ミミズコンポストを始めてよかった2つ目、まあ、出会いがたくさんあったよっていうところです。3つ目、仕事になったよっていうところかな。まあ、これは私にとってはね、すごく大きいことです。で、私は結構なんて言うんでしょう、自分で個人事業として初めて何かを始めたのは、まあもう19歳ぐらいの時になるので、まあ、今年で15年目とかにはなるんですけど、まあそれでもなんて言うんでしょう、まあ当時はね、もちろんやりたいこと、好きなことをやってた感じがあるんですけど、なんかよりやっぱり仕事っぽい感じがしてたんですよね。まあ最初は私学習塾をやったりしてましたし、その後サラリーマン辞めてからも、まあ、コンサルとかをやってたんですけど、そういうのも結構仕事してた感じがするんですよ。でも今この YouTube で発信しながらミミズコンポストやってるっていうのは、まあ半分は仕事だけど、まあ半分は遊びって言ったらちょっと失礼かもしれませんけど、まあとっても好きなことというか楽しいことをやってるので、まあ私にとってはね、半分ぐらいそういう感じかなっていうところです。で、これもね、私たまに言われるんですけど、よくミミズ見つけたねみたいな、そういうビジネスチャンスがあるところよく見つけたねみたいなことを言われることがあるんですけど、私はそういうつもりで別にミミズをやってるわけでもないですし、そういうつもりで参入したわけでもないです。まあ単純にミミズを見つけて、ミミズを集めてみて、やってみたら増えて、ちょっと失敗したら全滅して、まあ、ポイントをつかんだら、まあ、より増えやすくなってみたいな、そういうのを繰り返しているうちに、なんかこう YouTube とかね、みんなの目に触れるところで発信したいなっていうふうに思って、で、発信してるうちにもっと広げていきたいなって思って、で、広島のね、講和庄司さんに話を伺いに行って、あ、こういうふうにしてるんだ、じゃあ自分もなんかこう販売とかできたらいいなっていう感じでね、少しずつまあそうなっていったわけですよ。で、これ YouTube をね、最初の方から見てる人はわかると思うんですけど、多分こんな風になるとはね、ほとんどの人が思ってなかったと思います。だけど、まあすごく私もね、楽しく仕事としてはさせてもらってるかなっていう感じします。まあ、だけどぶっちゃけというか、実際私今この仕事だけなので、ミミズだけなので、収入的にはもう完全ミミズが売れなければおしまいみたいなね、感じなんですけど、まあ、そこら辺は今後ちょっとね、まあ、ミミズ以外のことを始めるというか、まあ、ミミズが別の形で教育なりね、なんなり広がっていって、もうちょっと収入の柱を太くしていければ、まあ、もうちょい楽かなっていう感じはするんですけど、まあいろんな仕事を辞めてでもね、この半分遊び半分仕事みたいな感じでミミズができてるのはすごくいいかなと思ってます。まあそんなところですかね。まあ私がミミズコンポストを始めて良かったところっていうのは、まあ皆さんとはね、ちょっと違う点が多いと思います。単にゴミが減ったよとか、その環境に貢献してるっていう感じがするっていうみたいなね、まあそういうのもすごく素晴らしいと思うんですけど、まあ私はなんか発信者としてこういうふうにいろんな人に伝えながら自分の収入も作っていくというふうにできていることは、まあすごい喜びですね。まあなんでね、ちょっと皆さんの良かったよっていう軸とね、違うかもしれませんが、まあ私はこんな感じです。まああまり考えすぎないで、こういうふうに話すのが楽なので、ちょっとね、ちょいちょいこういう動画も出していこうと思いますが、ぜひお付き合いください。まあ今日はこれぐらいでおしまいにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。